アフターシクスジャンクションおはようございますそしてこんにちはこんばんはライムスター歌丸でございます、えー、ただいまこちらね収録している時刻はえー、っと1月3日の、えー、9時20 21時25分ということになっております1月3日金曜日のアフターシックスジャンクション生放送終了後の TBS ラジオ第6スタジオでえー、っとこのねえー、っと3日間ずっと続けた乾杯からのおせちからの、えー これからですねぜひ今年一発目の放課後クラウドをお送りいたしますスタジオは映画ライターデザイナー高橋洋敷さんにお越しいただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いします明けましておめでとうございますあの直接お会いするの僕ほらあのお越しとね十二月二十日にねやるはずだったそのスカイウォーカー最速この座談会ができないその前のその一人総選挙付きもすいません大正決戦ですすいませんい病しで聞いてたんですよ 体調大丈夫ですかもう大丈すごい一人一人席も素晴らしかったですしやっぱり日リボークベスト5ジャーンベスト5ドジャーンやっぱり聞こえるようになりましたねそるでしそういうことになりましたねやっぱはいというようなあの楽しかった日々。 をね今日は追走するという <laughs> やっぱ直前までがね、ええ、まだ良かったということがありますまだ良かったいやでもいろんなスタンスのな、ね、い方いらっしゃいますからね、ええということで今日はえっは、と「スクター・ウォーズスカイ・ウォーカー」のやけまいわゆるエピソード9というやつですねはい、はいえー、こちらのまあ感想座談会で完全ネタバレ全開でまあこれあの選んで聞けますからはい、はい、あのもう何も気にせずですねなるほどざっくばらに語っていこうじゃないかという座談会をお送りしすでもさ逆に放送上で12月20日の時点ですよ、うんうんうん 見た直後っていうかその公開された直後に放送上でこれから見る人のことも配慮しながら2人で話すってぶっちゃけどういうことになったのかっていうか何が言えたのかって考えるとなかなか難しかったかもしれないですねまあちょっと難しいまあねいやでもまあ,あのびっくりしたっ <laughs> 言ってねえよ何も、うん、<laughs> びっくりしてないでしょだって全然あびっくりしましたけどまあびっ,くりしうびっくりしたかなっていう、ね、僕らのさそのテンションが、うん、その悪い方向にダウナーで、はい、多分なんかそういうね それ自体が何かのネタバレだみたいな感じになりかねない感じがねまあそれはちょっとあったかもしれないですけどそういうところから元気で乗り切るのがね元気で乗り切る仕事というものではないでしょうかやいやいやいやそんな無理して今日はでも今日は無理して明るいフリーをしなくてもいいですしネタバレも気にすることないですし思いの丈はね「スター・ウォーズ」大好き高橋よしきさんいや悪だなそんなことないですよだってさこう s h さんとさ日頃メッセージのやり取りとかしてると ほらん何かってとうとほらスター・ウォーズのフィギュア買ったこの間パパノイダ男爵のフィギュアを買ってねパパノイダ男爵というのは、はい、パパノイダ男爵っていうのはエピソード3でオペラハウスのシーンで映ってジョージ・ルカスがやった役なんです、ねうんうん、ジョージ・ルカス自らが演じているそう,そう青い宇宙人なんですけどこの人あのクローンウォーズとかの方にはちゃんと出てきてジャバー・ザ・ハットと対面したりしてるんですね役柄がちゃんとあるあるでパパノイダ男爵って名前もかっこいいじゃないですかパパノイダはその ほかにねルーカスの子供とかあのお嬢さんとかねあののそルーカスファミリーが「スター・ウォーズ」のプリクエルで演じて5人が入った要するにみんなちょろいちょろいちょろいちょろ出てるとあれ殺される役とか出てますもんねあのほらあそこのベールオーガンがね追われてきた時のそれの入ったルーカススペシャルパックっていう フィギュアのセットあんいわゆるあの絢爛社のあれですよねあれが俺びっくりしちゃってそれ送られてきてこんなんあるんだとあるんですよそれでだからこっちに全部スター・ウォーズのキャラになったルーカス家の人々の写真がねパッケージに出されてていや私物化って順番おかしいんだけどもともと彼のものだからしかもどれもみんなあんま覚えてないキャラクターだからまあいいじゃないですかあんまり重要キャラじゃないからあれだけどねいやでもこんなフィギュアまで出てんだってあれって市販されたんですか市販されてますねへえだからもう物本のスター・ウォーズファンはそこまでいくとモホ本じゃない まあでも普通に買うんじゃないですかみんな普通じゃねえでしょう図を考えても <laughs> そんなのがちょちょくるじゃんいかとさ、異国の村作りましたとかさ、レゴのやつで、あと最近、だからあれ買いました、この間のスター・ウォーズ一人総選挙の面白ジェダイ評議会ナンバーワンに輝いた、ヤルヤルプーフ先生、あの人のフィギュアも買ったんですけど、ヤルヤルプーフはエピソード1と2の間に悲劇的な死を遂げてるんですが。っていう裏エピソードがあったそれがコミックがあるんですよ、コミック版だと、ヤルヤルプーフはとあるちょっとその勢力がですね、 そのコールさんとにテロを仕掛けようとしてコールさんとの地下にこうあのその送電網というかエネルギーをこう、うん、回してるハブがあるんですけどもうん、うん、そこにあの別のちょっと原始的な部族,部族のところから持ってきた、うん、そのフォースを溜め込むこうも ののようなもがあってそこからフォースの力を放出させることになってコールさんと全滅させようと企むんですけどその像をもともと盗んでくるように頼まれて仕事を請け負ったのがザムウェゼルでザムウェゼルって SLA2 に出てくるジャンゴと一緒に働いてた女でシェイプシフターのと、あの稼ぎそそううなんですけどザムウェゼルがそれをねやったにもかかわらずコールさんとの住民が皆殺しっていうのはあまりもひどいと「私はこれ助けに行くんだ」って言ってジャンゴにあんた行かないのっつったら は俺はそんな金もらってない状態やんなよって言った時にカミでねでねザムエゼルがあそこの,そこの星にねどれだけお父さんと息子がいると思ってんのって言われてクローン作られてましたね窓の上のボバフェットを見上げてよし行くって言うんですよ、うん、もう暑いでしょ、うんうん、はあへえそれでそ,のそれと別ルートでヤレオル夫婦もそれをその,その情報を知って止めにむつ行ってですね三つどもえの戦いになるんですけどうん、うん、おお燃えるなでちなみにその途中でですねヤレオル夫婦はあのコルさんとの仮装会で、うん、いじめられて に追っかけられていじめられてる男の子をやるやる夫婦独自のフォースパワーで助けるんですけどもそれが何かっていうとそ,うそ,うその男の子そそそううのの男子がねわーいじめないでなって走ってきていじめっ子がだやか今日は殴り殺してやるんですって追っかけてきたら暗闇からのっそり乱行が出てくるんですねあ,あのねあの、ええ、エピソードだからシックスに出てきたんですはいはい それが出てきてうわ怖いなんて逃げてったらその後からスッとこうやれるプーフが出てきてだったフォースで見せた幻影だったんですねでやれルるプーフは幻影を見せる能力にたけてるんですけどもっていうのはいろいろあって最終的にやれあるプーフはそこのところでフォースの木造木の像みたいなのを守ってそこからフォースが拡散してコルサントが壊れるのを防いででもしかし敵の刃に倒れて死んじゃってザムエゼルとジャンゴフェットがその像をねその未開の民族に戻しに行くんですよ。 いいじゃんっていうようなことがあったんでジャンゴフェットはジェダイ大嫌いなのにやるやるーフのことだけはリスペクトしてるっていうああへえもうちょっとそれをいいですねいいでしょ本当トだ本編とかもうどうでもいいやって気持ちになるじゃないですかあれこれは振りかなこれはいや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 そういうねそういう泣ける話とかねいい話がねスピンオフでねいくらでもそういう面白いのはいっぱいあるしそれで遊ぶ分にはまあ我々も楽しかったんだけどというね部分もありますしもちろん今もね漫画レそうですね とかちゃんと見れるように今あの調整中でございまして最高らしいですね最高ですね素晴らしいですねあの素晴らしいっていうかまあ本当にねあのいいとこばっかですよいいとこばっかですねでまあそのマンダロニアン関してもちょっと後でまた話しますはいはいはいという感じでまあ今日は本題はもちろんねえっとエピソード9にあたりますスター・ウォーズスカイウォーカーの夜明けまあその作品の位置づけとかも飛ばしますね皆さんご存知でしょうからまあ見た人が聞いてるんでしょうから 率直にまあ僕あの一応映画評という形で一応やりましたし全体に対する評価というのもやったんでよしきさん的にはいかがでしたでしょうかあのー、そうですね僕はちょっと言おうと思ってたのは、ね、あのエピソードセブンの時にね、うん、あの多分言ったかもしれないですけどここであのーうん、あの番組ね前の番組で、ね、はいはいあま前の番組ですねきっとねで JJ エピソードセブンっていうのはちょっとその すごいこっちがなんかね、忖度接待されてるみたいな映画になっていて。ほうほうあの、こういうのも入れておきました。こっちの気持ちを汲んでね、このにやっておきましたってことが多かった映画なんですよ。うんうんはい、まあ、それが親父接待で呼ばれる、ね。親父接待的な、ねうんうん、要素が多くて、で、まあ、ずいぶん忖度してくれちゃったねと思ってたんですよ。今回、九まで来て。うん 明らかになったことは、うん、ものすごくでかいこと、をこっちが損得し返さなければいけないっていう。状況に追い込まれたということで,ですね。むしろこっちに負担が。負担が接待。接待のはずが。そうなんですよ。だから、あの、貸しを作ると後は怖いなっていう <laughs>。よくある話に似てたんですけど。<laughs> その、そそのセブンでいっぱい接待された分。はい、だから、あんな接待したんだから。うん、ち,ょちょっとそこは返してねっていう。だいぶそこはだと、だって、分かってねみたいな。うん、そうそう、怖い。飲み込んでね。そうそう、怖い人に一回おられたのを忘れて。 ってたら、後で来たみたいな <laughs>、そういう感じがしましたね。ね <laughs> 後で来ることになったら、後から決まったことではありますけどね。うんうん、まあ、うん、いや、そうなんですけど、七まで遡ってね。うん、だから、結局、そのすごく、ものすごい重大なことは、解決されずに終わっ。っ、うん まあ、セブンは本当に実は評価評価僕が評価できるところも全然あるっていうか、はい、そこをこそ喜んでたそ,のそこを喜んでたのがそ忖度だったかもしれないけど、うん、いや新しいキャラクターいいじゃんとうん、うん、そこはそこ良かったと思うんですね超良かったしで、うん、演者たちも超いいしこれだけで結構十分新時代が幕開けたんじゃないのぐらいまでいたじゃないですかそうそうあのミレニアムハルコンに乗ってあの、ね、あのスカベンジャーのテーマからのあれであっうん、うん いいじゃんもうこっからこっからのこっちの話でいいよみたいな思ってたんだけど思ってたんですよでそれがあってね78の間にわれわれはいろんなことに目をつぶってきたんですよつまりそれは後で分かるだろうといはいまあ7も振ってましたよねライトセーバーになったんだあそれねとかですねあそれさ要はさエピソード7公開前にわれわれが僕と y o さんが予想みたいな感じで「やるやる」や言ってたじゃないですかでその ルークがエピソード5のベスピンで落としたはずのライトセーバー持ってやがるとあれどこで拾ったんだとそれも当然言ってくれるんだろうねダース・ベイダーのお面はどこから来たんだろうねダビーに付したはずじゃそれがあるからずっとエンドが出るはずだとエンドが出るはずエ出るはず出るはず言ってたでしたらエピソード7でその話は今度みたいな。 こと言ってたじゃないですかライトセーバーをどこで拾ったかに、うんうん、それは今度にしといそうそう今はちょっとあれでとか、ね、ガクっつってで作曲にしてたから、うん、なんかあんじゃないのって思うじゃないですかうん、うん、ないっていう、ね、なかった、うん ないんだけどだから今回この間気づいたんですけどなんで最後に唐突にベスピンとエンドが出るかっていうと忘れてるわけじゃありませんよっていう目くばせなんですねあれはつまりライトセーバーの出所とダース・ベイダーのお面の出所を我々の疑問の2つポイント疑問を解決するでなくここを忘れてるわけじゃないんですけどみたいな。 何な,ならさ、うん、あの帝国の学習も次代の期間も見てるしみたいなこと言われちゃって <laughs> でちょっと待ってくれよと <laughs> そ,れあのそれがそうれうことでもちろんね <laughs> いやだからそれおかしいでしょ、うん、でしかもねそれとその、まあ、フォースに関してはいろいろあるんですけども、えーうん、で実際その例えばあの フォースはいいろんな使い方でさっきのやるよりプールの話とかでもその、うん、まあ幻影を見せたりとかうん、うん、からまあそのある程度その念力みたいな力があるっていうのも我々知ってますよで機能拡張はねありますね機能拡張がいろいろあ,のあるんだけどもだけどさ例えば最初の「スター・ウォーズ」っていうかルーカスがやってる時だからその時代同士の戦いでは気の,の張り合いとかあと物を投げたりとかまあありますけどうん、うん、シストの戦いでもねうん、うん、なんだけどそのなんだろうかこう 考えようによってはそれはメタファーとも取れるっていうぐらいの描き方っていうことがまああると思うそうう、うん、そうだから映画,映画としてはその事実に見えるよもちろん、うん、見えるけど例えばルークがその、あのー、なんだろうえっ、ー、とー。 ダゴバのね、うん、あのねあでっかい木の中に入っていって、はい、出ていったのはあれは別にヨーダがフォースで作り出したなんかではなくて、うん、多分己の中の心、うん、己の心の中にあるベーダーと、うん、それからそれに生きかねない自分というものとの精神的な戦いというものをこう象徴してるわけです。 心の弱いそのストームトルーパーを別にここ通してくれても、うん、もうお前ら先に行きなさいっていマ,イマインドトリック的なことがあるでしょでマインドトリックに思えるかどうかぐらいのところっていうのはうん、うん、まあそのフォースとかねなんかの描き方としてもまあ僕はいいと思うんですよ、ええ、でそこのそこからある程度の逸脱があってもまあいいと思うんですよ エピソード6のオビアンとかも生きてるとしか思えない感じでのこのこ歩いてきて喋ったりしてるけどしかも例大なのにあれ金肉を仕掛けるんだよねフーとか言ってルークにはこう見えているというかねルークが知ってるオビアンはすぐ座るおじさんだからルークの心の中の現象であるというようなねの映画的表現であるというような撮り方はまだできるそうそうじゃなくても例えばレーダーとしてもいいんですよレーダーとしてもそういうことだからっていうことはあるんですけどもさっきから言ったみたいにライトセーバーとかレーダーのお面っていうのは 間違いない物なんでしかしそれもですね実を言うとエピソード8でハンソロのダイスというやつをこっちですげえ戦いやってる間中ずっとフォースで作ってたってことを考えるとあの見せるためにね見せるためにそうだってあれずっと置いてたでしょ何がフォースでできたものなのかもう分からないというしかも大地問題はさこれよしきさんの禁断の真実という本のですね ミレニアワルコンのコックピットにつられているダイス問題ってこれはこれでまた別個の問題があるじゃないですかつまりもともとそんな重要なアイテムじゃないのにという問題もあるでもその「スター・ウォーズ」シリーズがいってしまった同人しかというか目くばせが目くばせが目的化してしまったとこも関係してるからそれも象徴的なアイテムだと思すこれちょっと置いとくけどもこんなとこまで一生懸命やってたなんだけどねその でまあそれでもまあライトセーバーとダーツベターの面っていうのはまあそのそれにしてもねまあすごい頑張ればなんだろうこう拾ったり拾ったり回収したりまあベスピンで回収難しいと思うんですけどもベスピンどうなってか分かんないですねしかしあのフォースで探したかもしれないしとかまあねそうだからだからまあだからほらこれがね俺たちがその時動揺されているというまさにそのそのそのしたことなんだけど。 あんなでっかいデススターの破片が残ってるわけないじゃんっていうあああのー、ね今,日今回そのね、うん、えとデスシスウェイファインダーを見つけるために行きますけどもはい、はい、あれはだからそのエンドア形成形の別のその別のなんか海の星があってそこに落ちたってましたけどまあそんなの海ウォークがいなかったので俺はがっかりですけどね,ね海ウォーク絶対出るって喜んでたのに海ウォークチャンスだったのにがねまあしかもあの人たちだったあそこの厳重じゃないんですよねだって勤トームトルパンダだかもとも,ともとねしかしあ だってあの僕、ジェダイの期間って相当回数見てますけど、うん、あんなでかい破片がとんこれから直すんですかね、あれあだってさ、コっパみじんになってましたよ、確かにねなんであんな大きいな、だってもう<で>なんで3分の1ぐらいな感じ、うん、そうであと、皇帝の塔も残ってるってことですから、あれは。 しからもそこ十なんだろう、零号のスターウォーズ壊したぐらいの勢いに見えなきゃおかしいのに粉々でしたからねだからそで、それ,それ,にはだからそれを、うん、忖度、仕返してくれるよねって言われてたじ、ね、ゃ、うん映画側にね。うんうんうん これまああるけど俺はそこまで約束した覚えなかったのに、<laughs> ドカンって、まあ、デス,スター置かれて、よしきさんはでもね、俺よりはるかにスター・ウォーズ好きすぎるから、対話しすぎ、もう、<laughs> いやいや、対話させられてるんですよ俺は、<laughs> 俺はもう、そんな対話なんかもうも、全然もう、俺、ロールの1行目で、対話シャットダウンだもん、もう、あほかっつってあ、本当ですか、デッドスピークス 死人がしゃべったと、要はそのエピソード7の手前の段階で、最初に言ってましたよ、当然のことながら、適当すんな問題、すでに4年以上前かな、前かな、の時の時点では、当然、誰もが抱くことですよ、適当すんだと、今までの拡張世界だったら、確かに皇帝がクローンできてますとか、そういうのもあったけど、それはまさかね、それはまさかやんないよね。あれれどっちなななんんでですかかかそもいしょクローンの どうなかかもよくらまあ一応クローンじゃないんですかだってスノークとかもクローンで中に浮かんでるのもあったからだからクローン技術にスノークあんなそこで失敗作みたいなの浮いてましたねビン浮いてたでしょエリアのうとかみたいなで成功してあれかよっていうね問題もあるんでどれが正解なのかでんでじゃあ好転の時あんなうまくいってんのにスノークあんなヘッポコしか作れないまあいいですけどねそうやってねこうやってほら全部話に乗ること自体がこの忖度宇宙の中で行われているとです 今まではちょっと変だなっていうところもファンが間を埋めていくっていうのは確かにあったじゃないですか別に「スター・ウォーズ」はそれはそれでご愛嬌だったんだけどそうですね一番昔から言われてるのはダゴバでねルークの訓練期間が短い問題ってあのあってファルコン号の経路を考えるとダゴバに1日か2日しかいない感じじゃないかとそれに関してはダゴバは時間の進み方が違うっていうそうそうそう的なそうそうそういうねあれがあったりするんですが昔からそうな画で見てる分 いやそんんななじゃないんですよデススターの破片が落ちてるというのとはレベルが違う問題で,ですね。でそれもあったんで,、うん、で,であと、デススターに向かっていく時にレイさんがすごいこう大波を乗り越えていくじゃないですか普通、映画とかでその崖を登ったり、ねうん、大波を越えたりする時というのは何かのメタファーになっていたりするんですよ普通は主人公がどういう旅路かであれは。 まあ表し見る癖が僕とかついてるんですけども、えー、あそこで見てて何にも浮かんでこなくて何の苦難を今これ乗り越えようといやだからあの宝探しのくだり全体が、うん、とにかくその段取りしかないからまあそうですよね、うん、しかも失敗の段取りも含むからめっちゃ腹立つんですよ、うん、何のためでもないただの失敗のための失敗と失敗じゃありませんでしたの段取り、うん、いやでもあ今回でも不思議なのはあのルークもそうなんですけど、えー、あのルークもシスも 人に見つかりたくなかったでしょ。うん なんでわざわざ道しゅうを残していくのかっていうねだからさしかもしかもさそれ皇帝の間にね残しとくそれであれしかもだから回路連だけ連れてきたいんだったらそれは2つある1個でいいだろっていうねで2個あんのでもそうやって話に乗ること自体がねこれで考えちゃってること自体考えちゃってること自体がねだってさそもそもシスウェイファインダーだのなんだのは今回急に出てきたことじゃないですかあれはですねホロクロンといってですねクロンウォーズとかスターウォーズの拡張世界ではよく出てくる 装置かもしないデータ入れなんですよだからそれをねだからホルクロンって言わないで名前も変えたいんですよねディズニーは今度からがカノンだからだしさその話をさだから今までその話をちょっとでも似合わせでもいいですよしてりゃいいけど急にその話して最初からもう大展開でさいきなりムスタファでそのあれとかムスタファに切って生えんの問題とかもありますよねあそこね もうだから俺最初はムスタファを撃つっために違う星になったと思ったらあとで聞いたらムスタファだっていうからいや、うん、ムスタファらしいんですけどうん、うん、でそこにあんななん枯らしなんだろう小枯らしモンジルみたいな傘かぶった人たちがえっっていうでもさしかもムスタファモンズダースベーダーの拠点だからさ、うん、ムスタファでそこにシスウェイファ,ンファインダーがあるってさ、うん、何それ隠してんのっていうさ、うん、まあ隠してないですよねてか隠して何すんのていうか何,何を何して何をどうしたい何を短い、うんまあそうなんですよだからそ,それがね そうううういことがもも積み重なってあのちょっと待ってください YOSHIKI さんがでに疲労困憊してるいやいや大元気元気もう既にこうフーてこうなんかいやめっちゃ元気ですよめっちゃ元気ですよ元気とかそういうレベルの話をしなきゃいけないっていうなんだこれいや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 でもだからそのなんだろうかそのまあそうなんですよだからねそのそういうその急に出てきてびっくりするものってまああってもいいんですけど今までまああっちゃった でも、その、あの、なんだろう、こう、だから、その。まあ、それでも、だから、それ、それぐらいはまだいいのかなと。ほうほうまあ、ほらね、忖択エンジン発、起動してますから、ね。細部はね。細部は。うん、なんだけど、その、まあ、これも、例えば、もう、まあ、いろいろ。あの、いや、それでね、まあ、その、でも、スターウォーズってついてるんだから、いいんじゃないかっていうふうには。人もいるんですよ、結構。どういうこと。で、スターウォーズなんだから、そのまま楽しめっていう。ああ、だから、その、もう。 だからそのその海外でシスじゃない今度の,あの海外での話ですけどね「スカイオーカーの夜明け」にいろいろいろんな人が YouTube とかでいろんな意見言ってるんですけどもそれに対する全肯定派というのがいてそこでちょっとしたバトルなまあビーフになってたんですけどもまあそれの中でその絶対擁護派から飛び出た最強の一言ってのがあってそれがすごいんですよ。 旧オリジナルトリロジーオリジナルトリロジーは高く評価されすぎっていうかねそこまで言うかとでも結構いますよねうんまあまあそれがなきゃ何も始まってないんだけどまあまあねそれはそれとしてまたまあ映画単体としての出来がどうこうみたいなねもちろんねしかしでも今回本当びっくりしたのはですねやっぱその物語まあせっかくっていうかこの物語の話もしなきゃいけないんだと思うんですけど結局だから僕らはだからその「スカイウォーカー」 まあ、サーガというものを見てたんだと思って,て、うん、で、まあ、その、例えば、町山さんとかは、エピソード8の時、スカイウォーカー。サーガーから切り離されたから、いいんだみたいなことをおっしゃってたわけじゃないですか。うん、で僕はそううい意れ、あんまり同意しませんけれども。うん、しかし、今回は明らかになったことはですね。うん、我々が見てたのは、スカイウォーカー、サーガーではなくて、パルパティン、サーガーだったと。うんうんうん、まあ、ある意味、最初から最後までのね一貫した、あれはそうですね。いや、だから、パルパティンを倒せるのは、パルパティンだけっていう話でしょ確かに。だから、え。 何それっていうあのまあご覧になってるから、ええね、でしょうからあれですけどまあそのレイがパルパティンの孫でしたとそうそうだからえそ,れそれは自分ちでやってくんないかなっていうかねえちょっとびっくりしますよね <laughs> <laughs> あの本当に。うに、んうんうん、でそうそうでなんかパルパティンもしかもクローンだったってことになると、うん、俺やっぱあの プリクエルトリロジーの,、えー、あのパルパティン大好きであ今回、ねんん、本を書くので、まあ、散々見返している中で僕はあの本当プリクエルはどんどん好きになっていってプリクエルは基本的にその、ね、パルパティンを軸に見ると、うん、ものすごく楽しめるまずさだって1階のですよ、うん、あの惑星のもう地方議員っていうかさ。うん もうめっちゃ全然大した,た立場じゃないとこからのし上がってきますもんねのし上がってきますねしかもねあのいろいろね策略してるくせにね、うん、みんなの前でな、ね、あ困ったとかね悲しいふりをしてみたいとかね <laughs> 細かいやつ、ね、いちいち芝居、ね、ま,ま,まあまあ3でもさもう,うわこんな老人をいじめてとかさそうそうやめてっつって言うから <laughs> 無限のパワーじゃん、ね、あそこほんと好きであのたまにそこだけ見て元気もらったりしてるんですけど、ね、<laughs> 無限のパワーをもらったりしてるんですけど あのいやだからそ,そういうことやって困った、困ったって言ったらすぐ後にあのにそろそろシスの出番なのじゃって今度、フードかぶってあっちで話したりとか忙 <laughs> <あ><の>忙しい忙しいいあの人ね、そのパルパティンの,の暗躍というかね、うん、あの活躍ぶりを見るためだけにもプリュケルは見逃してあ見返して損はないですよ。なっていやう、だけどそれがね <laughs> ええ、ええ、それはただのクローンだったのです、うん、って言われると。 え俺の好きなパルパちゃんを返返しししててくれパパル,パち,ゃんパルパちゃんをほい、うん、僕はやっぱルーク派なんで、はい、その意味でもやっぱり「えパルパティーン来てました」は何なのと、うん、要するに「エピソード6」までの苦労は、はい、全部み何意味ないのとアナキン無駄死にだし、うん、ダンスベーダーの位置づけってなんかさ新三部作でなんか微妙になってませんなんかそのダマスクが残ってるからさ「うん、その継ぐのじゃ」といやこの人もしにしたんですけど」ってさまあそうなんですよだから だからアナキンが一番いなかったことにされてる感じっていうかうんか何なのって感じが、うん、だって「スター・ウォーズ」の中で多分最も語られてるのが「アナキン」の物語でうんうん、うん、一番劇的ですよね、うん、で次はまあ多分本当はオビアンなんですけどなんでかってその,えあの「クローンウォーズ」とかね、うん、そういうのがあってそのエピソード数とか総、うん、時間でいったら多分まあアナキンが一番語られてるんだと思うんですけどもまあアナキンはちょっとだからもうあの。 要はねだからそれもうやっぱり時代の帰還でね、うん、終わってんのに、うん、もう一遍悪の象徴として持ってこようとすると、うん、あれこの人だってあれ良くなったんじゃなかったっけって話になるしねせっかくヨークがねあんな盛大な仮装までしてくれたのに。うんうんえー <laughs> 葬式に出してどうしてくれるのかとかいろいろありですよねイオークが仮装したのあれルークだけしかいないあれはちゃんと木の積み方を見ればイオークが積んだってわかるそうなんですかイオクが木の積み方を見ればそうなんだじゃあセッティングだけしてあとは積もるお話もあるでしょうから気があそういうことだったんだなるほどこれはちょっと間違いないですだってあれ全然そんなさルークとか確かにそんなひこり仕事やんないもんね木の積み方ですよやっぱりねなるほど <laughs> あの要はもうこれに尽きるんだけど6で終わった話に追撃しただけになっちゃったじゃないですか、うん、そうですねでその78までは、はい、とはいえそのラスボスっていうのは明かされてなかったから、うん、まあ何とかしてくれるのかなみたいな、うん、そうなんですよねで,ね、うん、であのー、でまあ「そのスター・ウォーズ」なんですけどたまたまね あのー、最初の3部作があってで、まあ、プリクエルは最初から構想が全部あったし最初の時もだからもう帝国の時にはその次で決着とかも決まっててトリオレジーにするっ決まったんですけど映画って普通そう作らないんで本当はね何作作ったって別にいいんですよや,るやりたければだしあとは打ち切りっていうことだって、うん、普通はね普通はね,そう,ですねそうそうあってもいいんだけども今回はだから3本にすることが決まってたんだけど。うんうん あのそのグランドデザイン的なことは、うん、まるでその決,め決,決まらないっていうかね、だからそのグランドデザイン的なことを本当は決めてやろうとしてたら、もしかしたらジョン・ファブ,あジョンファブじゃないあの、ライアン・ジョンソンはそれでやろうとしてた可能性があって、うん、だから2、3や、2、3じゃない、やや8、9やって、そのあと3、3、作って話もあったでしょ、うん、でそうしたら、少なくともなんとなく守備一貫したものは、僕は好き,か好きになるかどうか、別としてたださ、7、8との連携も取れてないじゃないですか。 いやだからそうなんですよ。だからそのまず始めるときに最低限こうしてこうしてこうしましょうぐらい決めてないの、うん、このちょ史上最大のシリーズですよ。だからそれが決まりかけるとキャサリン・ケネディが首にしちゃってるんですよね。うんうんうん,、うん、うん。だからそこのとかまちで評判悪,、うん、悪いから切るとか、うん、なんかその朝レポ会と言いましょうか、うん、そのなんかその。 ビジョンがななないいいようにしかか見えないじゃないですかだからもうこれはさエピソード8を指示しようがしまいが連携が取れてないしょうもない三部作になってしまったことは事実、うん、残った事実じゃないですか、うん、だからそれは何なんだっていうふうにだからライアン・ジョンソンは別に振られて全権、うん、任されはそれを好きなことやりますよそれはだから彼が悪いってよりは、うん、その7との連続性とか今までの連続性も関係なく好き放題やらせて、うん、で評判悪いから切るとか、うんうん、その体制じゃないですか そうそうだから誰かにそうあのな何だろうこうやっぱりその設計図がなしなしにねあの作り始めたあの建物なんででちょっと変な形になってた設計図本当になかったんですかねなかったと思うんですねで他にもあの脚本家チームとかいろいろ呼ばれてるんですけどあの最後に残ったまあそのなんだ最後に残ったんですよあの自分たちの脚本は残ってないとかいろんなところで証言とかもあったりするのであの非常に迷走してたことは間違いない。 だ大筋もなんか決まらないまま何とか何べでやってたってことですか、うん、なんとか何べでやってたんだと思いますよそれはもう信じられないけど、うん、でそのマスタープランがあったっていうふうに言う人もいるかもしれないけど、はい、あってこれならもっと驚きだよって話だし、はいまあ、あってこれだったらすごい驚きですよそれはね頭おかしいとしか思えないしちょ,ちょっと分裂症的になってますよね、うん、それこそね、うん、あのこの言葉の意味でね、うん、もちろんキャサリン・ケネディは表の言葉としてはいやもう蜂がこういう感じなのは意図的ですしみたいなこと言うけどさ、うんうん またそれがね、もちろん禁断のシ真ぜを読んでいただきたいけどなんちゅう船舶な解釈なんだっていうかダークだかからとさまあそういうこと言いますよねだけど例えばフィンとレイさんとかフィンとローズの関係を見てれば多分これあんま考えてないなっていうのはすぐ分かるしかも今回ローズの件ももうなんかなかったことになってなんかとポンポンとかしていっちゃったじゃないですか。ただののもすごいね 人ななみたいっっちゃてまあでもあそこの基地もねあえて乗りますけど話に1年経ってね屋根も作ってないっていう軍事基地が果たしてあのね野ざらしのとこにねなんかメカとか置いてますけどいやいくらなんでもね野瓶基地はまだそんなことなかったですし野瓶基地はちゃんと凝って作ってますし野瓶だってホスだって基地と名の付くところはね屋根がある野ざらしですね確かにね屋根がないうん <で>どこに寝泊まりしてるんでしょうかもう全然わかんないですよね,ね確かにね本当だよ、うん、でもそういうこと言うとまたほら そ,それはきっと他のところに穴が掘ってあってとか <laughs>、まあ、言えるんでしょうがな <laughs> なかなか難しいですよねでも、でもなんかそういうところ1個取ってもなんかでもそれってこうさ見てる側にさ、うん、なんか本当っぽくねえなって感じがしちゃうしさあそうなんですよねねだから、ねうん、それっぽく見せてくれればなんか納得するんですけどあ,のあんまりそれっぽくなんなかったなっていうことは、まあうん、確実に言えると思いますよね、うん、もったいないところもあるじゃないですかそれこそ、うん、エピソード7の,その新キャラクターメインズの3人。 まあまも、あ、ドラマも入れてもいいけどすごい魅力的っていうかうん、うん、しかも「至急シリーズ」とあんまり似てないっていうか例えもさうん、うん、本当は、まあ、さ今回ポー・ダ・メロンもハンソロに急に寄せてきたりしてたけど、うん、別にポー・ダ・メロンはあんなハンソロ寄りのキャラでもなかったしうん、うん、レイもルークと全然違うし、ね、フィンに至ってはそのストームトルーパーが転向組なんてそんなありえなかったわけで、うんうん、あこれはって感じがあったのに、うん、全然活かせなかったそうですよねあとそのなんか僕はそのあとそのストームトルーパーに関しては、ね、今回私の舞台は。 全員銃を置いて一人も撃てなかったってうん、うん、子どの時さらってきて、うん、そ,その程度の教育も洗脳にもね失敗してるのかとえそれこそねああ実際に現実にあるそのさいろんな国のさ、えー、少年兵さらってきて洗脳してって、まあ、もっと全然ハードな話ですもんね、うん、だしそれで成り立つのかなっていう、ね、まあだからそれこそストームトループーからの寝返りっていう設定そのものに若干のやっぱり危うさがあった <laughs> まあでもあれはあれでねなんかだからほら そそれこそ忖度エンジンを発動させればですよ、うん、まあだからあのフィンだけなんかそれぐらいまでっていうまあだから本当とだからね、うん、結構そのフルで楽しむためにはだいぶいろんな大きいことを忖度しなければいけないと、うんうん、だからそれがでもさ映画的にねもちろんそんなうすどんな映画だってさそういう嘘みたいなのいっぱいあるけどもうん、うん、まあく乗っけてくれれば別にいいわけだけど乗っけられてらんないと。 もららえなかかった結局こうういさフィンだってそこまで僕は考えなかったけどえってことはって考えちゃうっていうねことですもんね。そうなんであとまあだからやっぱりフォースの問題っていうのはすごく大きくてまあもう随所で指摘されてますけどあのんだろうやっぱりそれはエピソード8の時からそうなんですけど例えばだからヨーダが雷落としてなんか木燃やしたりできるんだったらヨーダがヨーダがっていうか帯ンけの帯がね デススターにプロ,ポ、はい、プロトンカミナル落としてこいよっていう話になっちゃうんでうあの現実に物理法則的に影響を及ぼす力があるならば今回のルークなんかもそうですけどそうなんですよそれができるのはちょっとまあいかにも本当はまずいだか,だから火星戦かいって思いましたよ、うん、で何声だけ応援っんまあそうなんですよねであとその,あの物がね物とかをこう瞬時に移動できることになったんですけどあのまあその、まあ、フォース持ってる者同士という、うん、ことなんですけどそうするとまあ宇宙船もいらないと。 いうことにもなりかねない。なりかねないとかね。うんうん、で、まあ、そういうこと、本当いちいち言っていくと、今度は、その、そ、そこに、さらに。僕よりずっと損得の上手い人たちがいて。うんうん、あの、それは、これ、これ、こうでっていうことが、うん。進学論争ですね。まあ、まあ、そうなると、この進学論、うんうん、論争になっちゃうんですけどね。うんうん、あの。まあ、にしてもですよ。うんうん、しかし、あの、僕、あの、見てて、やっぱり、その、映画として、普通に見てて。うん あれって思うこととしてはですよ、例えばその最後にね、反乱軍の今まで黙ってて、エピソード8の時は電話も一つよこさなかった人たちがですよ、電話の人たちだって電話しか出てくんないでしょ、火星ね、火星チームね、そそうう留守電になってて、出ないような人たちが、誰もここ来てくんないなんつって、誰、ね、やってんのにって言ってましたよ、言ってたのに、あんと相当、死んだんですけど、みんな、今回はなぜか来てくれるのはいいんですけど、来てくれ。 はいいですよあそこ、来るのすげえ難しいって、さっき5分前に言ってなかったあのなかなかね、抜けなきゃいけないし、いろんなとね。帰りはどうすんのとかね、別にあの人たちが来たからって、あそこの来るのがすっげえ難しい道がなくなったわけじゃないんですよ、しかも全員天才パイロットじゃないでしょ、あと民間だとか言ってるけど、民間機って超を打つやつとかあんのと、だからつまり、えまさか体当たりしかできなくねえみたいな、ねえ。 でねあとそのあのんかあのまあそういうこと言い始めてきりがないんですけどこれまあ小さい小さくないけどねまあでもでもんかほらスター・デストロイヤーがいっぱい出てきたじゃないですかで100歩損度してきっとクローンが作ったんでしょうあそこでねあそこがもうめちゃくちゃクローン作れて髪の毛じゃああれだスノークのあれがこうっかどこに原材料があったのかもまあ なんか近くに手な星があったんですよもしたかあの星そのものがね超なんかもう鉄鋼がおもそ何でも取れるし、うんうん、黒の材料も取り放題みたいな、うん、もう超便利なとこだからそこにだからこそそこにいたんだもんね間違いなくそこにそうやっていたわけですが、うん、でしかしですよあのその,あのなんだっけあのスター・デス・トロイはね、うん 上空に行かないと上空にだから離陸して宇宙空間に出ちゃうとシールドが使えるからそうなってからでは遅いんだとシールドが貼れない低空清掃圏内ではシールドが貼れないので。 まあそれを言ったら泥イデかのシールドはどうなんだとかいろいろあるんですけどもあ、うん、のに100歩譲って置いといてあのそれも100歩譲っ,いて、ね、ちっちゃいていいね,ね置いといてでしかしらそのシールドが貼れないうちに攻撃するぞって言ってたじゃないですか、うん、シールド貼ってない、えー、スター・デストレーがですね、うん、を地下で作って地面突き破って出てくるっていうのは、うん、すっげえ硬いもんででき まあねあのヤマトですよヤマトあれはヤマトなんですよあれはねいやヤマトなんですよって言われてもだから何なんだとしか言われないでもだからなんだでもあれだから誰が乗ってんの絶対もうすぐマッド動画であれパー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 パないーパ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  もうだからこれから我々が忖度エンジンを鍛えることによってですよ、ね、いやいやいやちょっと待ってくださいそんなの鍛えなきゃいけないんですかべてが理解できるエピソード9を楽しむためにはそんなにこうやっぱフォースの訓練みたいなのが必要いやなんでだから多分そのディズニー側としてはね、うん、そういうその忖度エンジンとか言ってる俺みたいな世代のことはもう気にしてるつもりなんですよでもさどうでもいいやとでもそのじゃあ新しい世代なら気にならないかっていうと逆に忖度エンジンないんだから若い世代はむしろ気になるでしょう まあでも少なくともまあその最低限の整合性というかですね、うん、あのコンティニューティーみたいなことっていうのは本当はあった方がいいなっていうふうに僕は思いました。ただしエピソード要するにこの,この連携がうまくいってないっていうのは別に世代関係ないじゃないですか世代が関係ないならもっと大ヒットしてるっていうかヒットはしてるけどそのバイバイゲームで人気になるとか、うんあのー、なってますよねまあだから、スター・ウォーズっていうのがすごい特殊なフランチャイズでそニーがちょっと、ね。そうま うんうん、わかかっってなかったんだと思すけどつまり「スター・ウォーズ」というのはそもそもやっぱりそのジ,ェジョージ・ルーカスという個人のクリエイターのまあいろんなあれが入ったものでありこれ結構特殊ですよねだからそのもっといろんな人がさ例えばその、うんえー、MCU だったらやっぱりいろんな人の手がすでに入った物語のその断片をどう組み合わせるかっていう話でもちろんケビン・ファイギーがなりなんなりの人がうまくそれをやってるっていうのはあるにしても、うん、やっぱりジョージ・ルーカスという圧倒的その。うん もうこの人が作りましたみたいなのがありすぎて、うんうん、でその手を離れた途端に、うん、その正当性の担保が余計に必要になっちゃって、うん、あとだからその俳優とキャラクターが一致してるんでリブートできないっていう問題がある、はい、やり直しできないですね、うん、一発勝負常に一発勝負、うん、だからそのリブートとかリメイクができないっていうことはその前の人たちを引っ張り出してくるしかなく,な,くなるしもちろん,うん、うん、だそ,のそれはでもさ近いところの話にしちゃったからじゃないですか、うん、つまりエピソード6 から十数十、二、三十年後みたいなさ、うん、だから近いとこにしないで全く関係なくから話し始める選択肢もあったかもしれないけど、うん、ただそれは現実多分、うん、やっぱり軟着力する必要があって連続してますよと、うんうん、でつまりジョージルカスがいなかった。 いなくなったことによって、正当性の担保が、まあ、ある程度絶対やっぱ必要になっちゃった、むしろ。それはありますよね。ルーカスがやるなら、いくらでも、何でもよかったけど。そう、だから、で、むしろ、そこがすごく必要だと、特に作り手が過剰に思って、セブンで十分に理想寄りすんだと思ってて。そのいろいろ。うん。でも、次は関係ない話しちゃっていいよって思ってたんだけど。エイトって関係ない話に見えて、あれは。その。ご本でも書かれてましたけど、はい。はい。要は。単体で見ても、よく分かんない話っていうか。 旧エピソードの逆張りだから成り立つ話ばっかりでヨーダの在り方とか、うん、そのフォースのあり方とかだから実は全然そのなんていうか単体で新しいものでも何でもないしまあそうなんですよねだからまあエイトはねあのー、本当にまあいろいろ問題の映画なんですけどもしかしあのだからあれもだからどこまで自由度があったのかっていうことを僕はすごい疑問視しててだから多分だからそのなんだろうそのまあ結局えっと えとエイトの監督だでしたっったけライアン・ジョンソンねライアンンンジョソが残って結局最後までやって監督としてだって脚本監督ライアン・ジョンソンでしょそれでやったわけですけど、あのー、そこの時にね相当譲って譲ってのあれなんです,、うん、ですよねきっとねだからそれはだからそれこそこれは想像になっちゃいますけど。うんうん あの全部自由にさせてフリーハンドは全然もらえてないっていう,う,うん、うんまあ、フリーハンドは大問題だと思いますけどそれも,もちろん、うん、だフリーハンドがなかったんでより変なものになってるって可能性はすごいあると思うんです、ね、でもだからそもそもさライアン・ジョンソン的な作家性の人に、うん、その,そのしかもマスタープランというかさ、うん、全体のあれがないまま、うん、任せていいものではなかったってことじゃないのっていうのだからそこはあれたあのそういうのはほら人間関係の機微とかがあって<え>だからキャスリー・ケネディとかも、うん、あのやっぱそのなんかね結構そのなんだろう 一緒にやるのが楽みたいな人とやりたいっていう気持ちはいろいろな人間関係見てると感じますけどね。それはね。あの、ただ、その、だからスターウォーズの大きな物語というのは。ええ やっぱりもう終わっちゃってるんでそれはシックスでってことですよねシスではいなんであの大きい物語で続きを作るっていうことにまあちょっと無理があったか、うん、まあ,あるいはだからさんもおっしゃったみたいにそこ,そこ100年後とか y o s h よしきさんがこ、うん、その話してたなるほどなと思ったんですよ「いうスタートレック的な、うん、結構スパンが空いちゃってもっていう、うんうんうん、とかあとはあとはだからやっぱりその今やってる「マンドロリアン」とかみたいに、うん、そのまあそうじゃない小さいことの話をやるんだと。うんうんうん でそれは全然できると思うんですけども、ええ、あのここに来てマンダロリアめちゃくちゃ面白いんですけども、うん、あれはあの要は帝国が潰れたちょっとあとなんですね。ええ、シの後で,、はい、で,これはあのでそれを舞台にして、まあ、西部劇でマリ時代劇でマリみたいなことをやってうん、うん、ちょっと小連れオかカも入ってるんですけど戦争が終わった ああとの混乱期なんですねだから帝国の残党っていうのは結構人に見つかると殺されちゃったりするんであ<ー>あの隠れてたんですけどあ<ー>これはあの、まあ、柳下さんが言ってたんですけどあ,のあれなんですよねだから南北戦争後なんですね。なるほど、ね。だから南北戦争後の南軍みたいな立ち位置にいるんでだからその要はだからそういうマカロニですよマカロニ的な世界観でやってるんでだからそれはそれですごい面白いんですけども。うんうん あのこのこ「マンダロリアンの」のそのエグゼクティブプロデューサーもやってるし監督デビュー実写の監督デビューも果たしたデーブ・フィローニーさんという、うんえー、この人78年生まれ74年生まれか、うん、なんで割と年代近いんですけども、うん、という人がいてこの人が実はあの割と今のその「スター・ウォーズ」とかのキーパーソン。 の一人で,、うん、でキャサリン・ケネルもこの人には随分上限を頼むって言われてるんですけども、うん、それが活かせててこれかなっていう気もちょっとしますが、うん、これっていうのはそのメインの方ねそうそうメインの方ねでデーブ・ヒロインさんという人はこの人はもともとアニメーション畑の人で、うん、えとシャマランが実写でエアベンダーね、うん エアベンダーとかの監督とか仕事に関わったりそれからちょっとの前キングオブヒルとかもやってたんですけども、うん、この人はそれであの、まあ、めちゃくちゃ「スター・ウォーズ」ファンなんですけども、うん、まあそれはまあみんなそうだからどうでもいいんですけども、うん、この人はその後ルーカスにフックアップされて、うん、ルーカスフィルムに映って。 でその後そのクローンウォーズ」ですねこれ100話以上ありますもうクローンウォーズ」とそれからあのその後レベルス」「あの反乱者たち」ですねそれから今と今度やる「レジスタンス」やりつつ「マンダルリアン」でもエグゼクティブプロジェクト演奏を手がけててであのそのね「そのクローンウォーズ」もう今ディズニーのあれで見られますけど僕あの「マンダルリアン」と「クローンウォーズ」ばっか最近見てるんですけどもあの。 ククロローーズズ面面白白いいでですねしょキャラクターとか宇宙人よく知ってる宇宙人とかの立ち位置とか使い方も非常によくできててあの何、ー、だろうなその「スター・ウォーズ」の宇宙っていうものの広がりと楽しさみたいなことが詰まってるんですけどもそれのバックにいたのがデーブ・フィローニさんという人でうん、うん、デーブ・フィローニはそれで、あのー、実はルーカスの結構ひぞっこで、うんあのー、ルーカスが非常に高く評価していたということが分かっています。うんうんうん なんで,でかっていうとなんか最初にルーカスにフックアップされた時にポートフォリオを持ってって、うん、置いてたルーカスをパーって見てたら、うん、途中でパタンと落ち閉じて、うん、でジェダイの騎士がここで交渉に来たとしてみたいなねうん、うん、もう仕事の話が始まってたっていうんですけどルーカスがそのなんでデーフェロニーとそんなうまくやれてるんですかって言ったら彼は話を聞くんだと。ほう でつまりそれどういうことかっていうとルーカスのところにフックアップされた人とかっていうのはみんなねうん、うん、売り込みにねもう夢中なんですよで自分は何ができますこれができますってことから入る人がいてでそれからそのとにかくそのどんだけ好きかどんだけ自分がすごいそのファンだとかうん、うん、そのルーカスに感銘を受けさせようとしていくらでもやるんだけども、うん、デーブは黙って人の話聞くタイプでうん、うん、やばいと言っててでこのデーブ・フィローニンさんはですねあのちなみにあの。 えっとね、ピッツバーグ出身なのかな、うん、でねあのいつもカウボーイ天下のハットかぶった陽気なあんちゃんなんですけどもこれあのアメリカとかはこのデイブフィローギのファンというのが「スター・ウォーズ」のファンダムの中にいて、うん、映画の上映するときにデイブフィローギのカのコスプレで来るやつがすごいです すでにある種アイコン化してるというそういう人なんですけども、うん、本人はプロクーンっていうジェダイ評議会の中の一人の面白いおめあの面白いこうガスマスクみたいなのをけた人の大ファンでそれの,あのもう人形から右アからなんか全部持ってて、うん、スター・ウォーズのプレミアムそれの仮装で来るような人なんですね、うん、っていうあのだから、まあ、デーブ・フィロインがいる限り、うん、あのマンダロリアンとか、うん、そういうサイドストーリー的なことで、うん、スター・ウォーズの面白いのまだ見られるぞって俺は思ってますけどねじゃ,じゃあなんでメインストーリー いやだからその彼はその時にはアニメしかまだ監督したことがなくてで多分実写がないっていうことが多分その時はネックになったんだと思うんですね実写の長編映画がないっていうああまあねそうかそうなんですようんそっかでもでもそのここから先だから面白いものもだからどんどん生まれていく可能性は非常にある彼はやっぱ「スター・ウォーズ」の拡張世界ももちろん精通しているのでなんだそのなんだろう テクニカルアドバイザー的なって、うん、いうかその物語の総合アドバイザー的な立場。うん としても全然彼彼のの意意見見がが聞聞ききたたいいです俺はデイ・ヴフィロインをゲストで読みましょうでもさすごいさもうグーの音も出ないさスーパーその忖度テクでさマインドジェダイマインドトリックでさ俺たちああいいですねつってそうしたらもうねそうしたらもう俺もねでも幸せになるよかったなああなんだエイトもナインも全部いい何のもっていうかシークエ最高みたいなそれかないですねいやそうしたらよかったな怪人だよ俺たちいやいや でも、あののなんていうそういう思考を捨ててもいいから何かを取り戻したいというこの気持ちまあそうなんですよね、例えばね、デススターっていうかこの水没はしてないかこれ使おうかね、スローンルームが出てきたりとか、だからフォースの覚醒のにあにもう書かれていたプロダクションスケッチが元ではあるんですけどもそれはなんでかっていうと j j が作るときにとにかく何でもいいから意表をついて面白いイメージを書いてくれと整合性は気にしないでやってくれって。 時にムでその時に出たあのその絵なんですよあのさでも JJ はそれやんなかったでしょ最初はねでもレイのさフラフラッシュバックあったじゃないですかそのライトセーバー最初に触った時のあそこでいろんなこと暗示されたけどさあれも考えとりあえずまあギョっとすこうこんな感じだよみたいな色々入れといていろいろ入れといてで後からまあそこはまあほら線つなげばさんかなるからみたいな まあでもだからあそこでだからそのあれですよねだからあのほらあのベスピンのルークにベベーダーにルークが追い詰められたこの老化が出るのはそこでライトセーバー落としたからっていうことなんだけどそれをどうして拾ったかについては結局分かんない、ね。だって下だもんねそんなんね。だいぶ下ですよ。しかもガスでねどうなってるか地表ね。うん、ティバァナガスでね大変ですね。溶けないんですかねあれはライトセーバーね。 いやどうなんですかねもティバナガスはすごいあの発火性が高いので確かクローン対戦でも爆薬代わりに使われたりしてるんですけどもうん、うん、まあどうでもいいでですねね <laughs> こんな話は、ね、<laughs> なるほど、ねはい、まあでもそれでだからそのだからそのとにかくマス、うん、まあもう本当にマスタープランというかその全体像がないままやっちゃったという件と。うんうん うん、あと、やっぱりその結構そ向こうの忖度っていうか,そのだからリサーチもあれだと思うせだって結局、レイがパルパティの娘っていうのは割と硬いファンセオリーとしてあの s ブ7の時から言われてたことなので結局、それとんのみたいなねだからそのファンセオリー的なものを見てた人たちはえそれなんだやっぱみたいなねそのファンセオリーつまり同人的な感覚というかっていうのを取り込みすぎ問題でいうと例とカイロレンガあのベ,ンベンソロがですね あのさっていうそのいや恋愛にも近いような関係性というのはまだいいとしようチュそれだ同心でやれって思ったんですよあれした瞬間に爆発で宇宙が吹っ飛ぶかと思いました本当本当、ホントのバランスがね崩れてだからさていうのそういうこともちろんさ彼らのそのカップリングのやつはねあるんだけどそれを取り込みすぎっていうかさそれはその手前でその原点は止めるからいいんで。 アホかとお前らはとなんかすごいこう思ったんですよ確かにいや思いますよあれはだって唐突だし、うん、しかもねあのね何にも知らないでエピソードないだけ見たチームって言ういいんですよ世の中には番組のンおさなやさんとかねなんとや見ていや見てみてよと、うん、どう感じるか知りたいとおもろい、はい、まあでもねあの知らないで見たら別にまあまあ面白かったですよと、うん、ただあの最後のチューとかまあやっぱなんだ、うん、あとしのりやさんとかね TBS、うん、アナウンサーしのりやさんも「あのチューですか?」っつって「いや俺から見てもああそういうもんなんですね」みたいなそういうだから やっぱその組取りすぎ問題あのキスを通じてあのねベンソロが全部のフォースを吸い取ってそのねっ干からびたレイさんもしかした残ったりしたらちょっとね <laughs> 泣いちゃいますけどねそれは全く別の話になりますよねえでも今回ほらインディ・ジョーンズみたいなこといっぱいやってるからそれぜひお願いしますそそうそううで宝宝探し宝探しし変なこうあの アーティファクトというか異物、ね、を探して、ね、探検してでで最後に、ね、そのあの敵の、ね、顔面がぐちゃ泥になって死ぬってところまでインディ・ジョーンズを踏襲してるとしょぼしょぼっていうレーダーズの、ね、ーあれだなと思ってあと,あとさ、あのなんていうの邪教、うん あ邪,教ね、邪教を信仰するカルト軍団がいてっていうのも完全にインディジスョンマスコミにいた人たちは何だったのかって思うのもあって俺スノークなんじゃないのだからあれ全部スノークですか <laughs> だからさむな<あ>しいんだよ失敗スノークが、うんうん、だからさ超むなしいんだよ自分の支持者、うん、ガンガン作って、うんうん あそこもだもんねちょっとよく分かんなくていや分<ど>かんない分かんないあのん線とかが、だってシスだってトイレ行くかけでいょ。かんない分かんない分かんないとか書いてんないとおかしいと思うんんないけど。んい分かん分かん分かん分んない、うんないない分かんない分かあないかあない分かんない の中だけ向こうにやっちそれであのさ宇宙のいろんなとこにパルパティの虫をおしっことかバッとかきてあれなんですよおかしいんか降ってきたこれは悪い大変ですねこれは悪いいやほらジオノーシスの戦いの時はジオノーシス人が昆虫ですからあそこいっぱいいたけどどうせあの辺でピャ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 やっていくから別にトイレとかなくても平気な感じなんですよ海来てないしね海だしねそうそうそうだから大丈夫ですけど今回ウシスはやっぱあどうせ気になるしちょっとあのやっぱり飲み物 売り <laughs> とかがいないと成り立たない。<laughs> まあ、ね、闘技場ではないのかと。うん確かに。<で>わあってすごいさあれでしたもんね。なんかゴロスゲームでしね、うん。だってほらあのなんだポッドレースの会場はねちゃんと階段とかもあって動線がはっきりしてて出口があってここでいったら外側のここの通路にトイレがあんだなってわかるじゃないですか。感じとして映るんだけど。でも,でもこれ冗談抜きの話で、うん、あのよしきさんと前からそのスタボーさん話してて、その当時はまだここまでよしきさんはさそのプリクエル、うん、ねあの再評価時期じゃなかったけど、はいはい、それでもやっぱりその、うん ルーカスはそのこの星の生態系とかこの人たちがどう暮らしてるかとかっていうベースをちゃんと一応考えてちゃんとそれが映像にこう現れてるしそれがそのなんていうかな僕らが見てほら「スター・ウォーズ」っていきなり始まる話じゃないですかその初めて見たチームがねなんかわけわかんないなんかこういう名詞がとりこでもそれスター・ウォーズのイズムじゃないですかでもあここに人が生きてる人々がいるとかこの国はこういうシステムなんだこ,ういうこの成人はこうなんだみたいなさ。 それがあるんだっておっしゃっててそれはやっぱりエピソード7以降ないんだっていうふうにそうですねだから今回ほら馬に乗ってみんなでバーッて出ることがあるじゃないですかあれなんで八の馬にしないのかなと思って 8?8 それ1で出てきた馬の超無駄なあのあれですねそうそうあの馬が来てくれたらそしたら8もそこそこそしたらなんか整合性でそこでそれにねあの子たちが乗ってたりああ副そうしたらああがったって気持ちになんとなくなるじゃないですか知らない馬だしさそれあも八も九もてか七もそうだけど あのしえ知らないんだけどみたいな、そうなんですよえ何この木知らないんだけど木と本、知らないんだけど、木と本とかね、でも最後、うん、今回もだからそない、エピソードの最後に、うん、タトゥーインでね、変なおばあさんが出てくるじゃないですか、うん、で知らない動物に乗ってんですよ。 でねタトゥーインの生態系っていうのはすごく細かくやっててあれバンサーとか乗ってんならいいよまだいやいやバンサーじゃなくてあそこはイオピーっていうねエピソード1に出てきたのにあれが普通の人が乗る用の細い馬みたいなのがいるんですよあれにまあイオピーでしょうねイオピー乗ってないとおかしいはずなのに急に知らない動物が出て俺の知ってるタトゥーイン知識がねガラガラと音を立てて崩れ去ってしまうあとささレレイイもも別にタトゥイン 関係なく、ね、いやそれは大問題で、うん、それについてちょっと言わせてください、ええ、ちょっとこれだけはちょっと言っとかないといけないですねおうおうあのですねあのまずあのルーク以前に <laughs> あのアナキンですけど、うん、アナキンね例えにいい思いで1個もないんですよ1奴隷にお母さんがぶっ殺された、ええええ 早くこんなとこ出たでね、あそこは大嫌いだと。で、ルークだってさ、ルークだってあそこ嫌いで、だって、ジェダイで戻った時俺はこんなものは嫌だですね、ジェダイでたまたま戻った時も、なんかここ故郷なんだなって、反するに言われて、いや、ここなんもないんだよ、砂ばっかりとか言って、嫌いなんですよ、そんなところにね、なんか埋められるこの気持ちといったら、ほっといてやれよ、だってさ、ルークもそうでクはルークはドアの方が絶対良かったですよ。 あああまあね、うん、湿っ,け湿湿ってるし湿ってるるし砂漠に対してねそう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 だから超いうそうかだからさダゴバでさえ、うん、超湿ってるしいい感じみたいなことなのかなまあダゴバはどうか湿りすぎだと思う、ね、だって沼じゃん沼じゃん沼ですけどね、うん、でもねほらエンドはでほらユウオクと楽しく暮らしてたはずだっていうのが俺の読みですから読みってなんだ <laughs> で,でレイヤーに至って超関係ねえじゃん あのレイワは関係いです。あの人だってあの多分あんな星があんの知らねえんじゃないか。まあだからオルデランのすごいでっかい破片がどっかの星に落ちてるんで。あ知らねえ。まあさらわれた、さらわれか。どっかの星に落ちてるオルデランの破片に持っていけば、まあ破片が落ちないと思いますけどね。オルデランばラバラになりましたからね。コパミジンですか。パミジネスからね。あレイワ、あのレイはそうだ。あのどあのそれこそね、あのチュバッー、あのチュバッカちゃんあのあのジャバのねあれがありましたけどね。あああ例えでね。例えばゆかりていえば。例えんで言えば変な。だからイい思いしてないですよ。 うんいいかもしれないですよあ,<ー>あのなめくじに舐められたっていうこでしかない,いそうそうそう、うん、ベローンっつってね、うん、じゃあなんであんなとこでななんのこれコーヒーまあだからスター・ウォーズといえばで二つの太陽、うん、は二つの太陽をダッシャーがね、うん、しまっまっただからあれですよ<や> DJ 陣のさ「はいしまった!」って自分で言ういやだからあれが成り立ってんのはだからエピソード3は超成り立ってると思うわけ 最後にね子のそのルークを持って応援おじさんとベルおばさんが夕日が落ちていってうわっこっからルークの話が始まるなと思うじゃないですかもうあれははっきり言って泣きますよそれはね今回何の話も始まらなければ終わんないからしかも2つの太陽エピソード8で無駄打ちしてんじゃないですか1回しましたねだから何だもういろんな意味でなめてんのみたいな。 俺当にそにあれ出した時になめてんのって思ってまあでもやっぱり我々修行が足りないんだと思いますよはこれからちょっとやっぱり忖度エンジンの修行を頑張ってですね時代になるとはそういうことなんですかこのあのさ要はさね心穏やかにねっナプーデの戦いですよそのねあそこでやっぱりねクワイガンジンがこうやってなんでましたよね俺はやっぱ失踪しちゃってダークサイドに行っちゃってるんですよもうまあでもその うん知るかボケみたいな感じになっててまあまあ、ちょっとねあのあとよ、まあ、でも今回とかでも本当ん,んかエピソード8もそうなんですけど、うん、シントリロジーはなんか僕は思うにあのやっぱりジャクーン時の、うん、ジャクーンの時の,そのなんだろうあ,のあれがファルコン号が「うん、スター・デストローヤ」中とか飛びながら。うんええ あとそのあのえっとやっぱりこれもエピソード7です,ですけど、ええ、タコ棚の上空で下で地上戦やってる時に上で10機連続でポーダムロンが落とすところとかは空中戦のかっこよさみたいなあそこはもう水上走って飛んでくるのもかっこよかったと思ってるんですけどそれ以外、うん、なんかあんまり割とあのドッグファイトパッとしないっていうのが。 正直な感想で<ー>でクバイトもライトセーバー戦も割とパッとしないんですけどライトセーバー戦はねそのしょうがない、うん、つまりその時代と前世紀と比べると訓練してない人たちだから、うん、いやそうねいやだけどだからそ,のそうなんですよだからレ,レイさんは特に訓練してないんでレイの今回慌てて訓練してたんでびっくりしましたねでも一人訓練じゃんあんなのさ機械相手にさ何もしてないよあいついやでもあれはほらあのやっぱあのだからレイヤー時代のレイヤーがあレイヤーが指導してんのして たんでしょレイヤーもでも途中でやめたんですよね。レイヤー、レイヤーが特訓してたって。レイヤー、レイヤー、レイヤー、レイヤーが。特訓してた。特訓してたの。うん。らしいですよ。<laughs> もう、でもレイヤーもう最初から超強いからね。 は強いだってブラスターを出せりゃ100発100中ですからね、全部当たるの、沿道の戦いのときに逃げたスピーダーバイクのやつも当てたし、ファンサロンの鍵に隠れてたときに ATSD の上にいるやつも一発で当ててますからね、あの人ね、本当はそっちがやったほうがいいぐらいの、そうそう、だからブラスターを打たせばやば蛮な武器をね。 まあ,というまあなんで、だけど本当だからあの、ね、あののね今見るべきはマンダロリアンとクローンウォーズっていうことでどうでしょうか、うん、いや、まあそれはもちろん。板田さんもだからそのディズニー・デラックスに入ってクローンウォーズに行って,てくクロ。クローンウォーズは俺、全巻持ってるんです。あそうなん,なんだ、ソフトオタク。いやいやいや、まあそのなんていうか、斬新っていうの、斬新っていうの、そのスター・ウォーズが好きだった頃みたいな。うん あとでもやれやるプーフのコミックとかも面白いんであそれでもお話聞いてるんです,よ、ね、すごい面白かったしコミック結構面白いのいっぱいあってえもう何その前さほらなんかさ「もうスター・ウォーズはいいです」みたいなこと言ってたじゃないですか。うん えそほんとローグワンの時からもういいですみたいなああまあそれはねだからその後ねだから今回本とかを書いて、ね、やっぱりその、まあ、それによる「スター・ウォーズ」疲れというものももちろんあるんですがいやもういっぱい見たんですからねでもそのだって 2, 2ヶ月毎日「スター・ウォーズ」しか見てないんですよ、えー、でまあ,あ本当それねやってみてほしいんですけど本当にあの大変だから <laughs> しかしそのあの <laughs> まあローグワンとかもね、うん、だからそのやっぱりローグワンだいぶ評価上がってますね上がってますよだからいいところはいい、うん、しい,い,いやいやだだけどけどまあでもダメなほうがダメだよね<う>あ,のあの書いてあると僕もその、うん、いいよいいけどキャラクター,ーもあれだし、うん、それからやっぱりそのそこでやっぱりその同人化への道を開いたっていうことはすごく大きく考えるべきだとは思ってますけどね、うん、で、まあ、ただだだけどそういう方向とだから ワンドルリアンが別に同人誌的な感じでもないし優はさもうさメインキャラクターじゃないから誰ももう自由っちゃ自由だしってことですよねそうですねあと時代設定も面白いしでも本当にワンドルリアンは本当だった新共和国ってでもさエピソード7の段階ですでにもうさほとんどファーストオーダーが仕切ってるようにしか見えないっていうかさ超新共和国ができた状態からって見えないわけじゃないですかだからんかそこはさなんだったのかなって よ。これ何にもしないでファーストオーダーが出てきたら全負けだったのかなと思うと、うんうん、いやだからマジレイヤーって無能じゃねえみたいないやちょっとそんなことは絶対ないと思いますよ、ね、えだってだってさだってここまで来ちゃったわけでしょだって一応,一応偉い人だったんですよね 例は、うん、ち,ちょっとその後その実はあの隠してたベーダーの娘だっていうことをその問題視するグループにいろいろ言われて、うんうん、ああ <laughs> スーパー忖度じゃねえかちち話がこじれるのを恐れたから自ら身を引いたっていう話があのサイドストーリーであるので、ええ、<laughs> でも何にせよでもさサイドストーリーがもうすでに忖度の散産物だからっていう <laughs> ま,あま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 あそれはね、まあ、でもそれは楽しいんだよねこれは楽しい忖度かもしれないけど だからスピンオフとかうんうんなら良かったんだけど、うん、やっぱりそのメインのナンバリングでなっちゃうとまあでもそれもねまあねで結局そのソロがね一番こけたでしょ「スターウォーズの映画でやった中ではねでそれもあるからどうしてもそのねなんかそ,そっちの,あのスピンオフ的なのを大きい一本の映画としてやるっていうことについてはうん、うん、まあこれからちょっとディズニーも及び腰になると思いますけどとりあえずでもね、うん、2022年まで、はい。 新作はやらないと言ってて、え2年みたいな、短いそう、全然封印する気ないんだなと思いますけども。っていうのは、やっぱりパークも建てちゃうし、そうなんですねしかもね、パークね、あれだから、あのファーストオーダー仕様で建てちゃってるんで、ちょっとこれさ、すみません、y o s さんと話したことを、ちょっと僕、自分の表で、話して h i k i さんが教えてもらったって言いましたけど、年号変えてますもんね。年号変えましたねはい 変えちゃったんねもうこれ聞いてる人はご存知でしょうが昔はだからヤビン期限だったヤビンの戦い期限だったんですけどヤビンの戦い期限もちょっとおかしくて本当は僕は沿道の戦い期限にするべきだと思ってつまりそこが一番の大きなねあれでそうそうでは帝国滅びだからそこ期限にまあでも映画期限って考えるとやっぱり一作目だからそういう意味ではやっぱ映画ファンに向けた期限な感じがしますけどそれをなんとねスターキラーインシデントっていうものすごい無理やりなねそうなんですよ何だよスターキラーインシデントって そのインシデントってあれをいつ誰が作ったのまあねやめてはいでもその要するにディズニーが年号の基準もいわゆるそのんていうか年表の読み方も変えてしまってで相対的に我々はのごめんなさい旧シリーズ旧シリーズが軽くなっちゃったって怒ってるけどそれももう意図のうちなのかなって感じるぐらいだからそうなんじゃないかと思ったんですよだから旧シリーズを軽くしてだって今もうだって旧シリーズのやつは全部レジェンズっつって あったかもしれない話っていう位置づけされちゃったんですよ。きゅきゅ2015年以前かななんかのものは全部ひひどくないですかあったかもしれないなんですよ。はいだからでもしかもそれだからリズになってからのやつだけがリアルシットで俺たちはなんかフェイクの神様を拝んでる現現現実人だ的なね終わりですよもうでそしたらもうこっちもしょうがないから。 だから、牛ってあマジンに乗り続けるしかないですよ、10か牛の偶像を拝んでるみたいな、絶対牛の方が拝みたいですけどね、あれ、聞いてきるでしょ、しかも、こっちは10だと、ドドンっつって、そうそう、うんって言ってきてますからね、でも本当そういうことですよね、結局それで時間経っちゃうと、多分こっちがさ、本当にリアルにそういうふうになってっちゃうじゃないですか、きっとね。 まあでもだから「スター・ウォーズ」はねだから本当だからなんかいい感じで終わってたものだと思うんですよ、うん、プリクエルまでも含めてで,で,でプリクエルはその映画的なねあの月刊とかいろいろあるかもしれないけども、まあ、話としてはね、うん、別にちゃんと終わってるし、うん、であとその,その間を、うん、でいろんなその可能性を試すものとしての「クローンウォーズ」とかもよくできてるし、はいうん、で、まあ、レブルスとかレジスターとかっていうことなんで、うん、でまあ今そのマンダロリアが一番面白しくて、うん、みんなそのまあマンダロリアのことばっか言ってますけども。うん ってい要するにスピン方はいいけどもっていうんですよね、うん、で,で終わってるから、ね、<laughs> です大きい話は、うん、でだからその結局そのスカイオーカー家を巡る話かと思ったらパルパティン系の話でうん、うん、しかも間に知らない親が2人いるというねあれ誰いやあれ誰なのかなっていう、ね、<誰>いやそれそのパルパティンがね、うん、あとその あのシスと元老院で忙しいさなかに誰と結婚していつ子供でもパルさんはパルさんみたいに言ってますけどアナ・キン問題もさパルパディーンがあれでしょフォースの力で妊娠させたとかそういう話になったりとかありましたからつまり夫婦とかそういうんじゃなくてレイプでですよねも親いましたからね。 まあ親親だからそ,そ,うそ,うその親に当たる人に「わしのなんじゃ?」っつって「ビビー」っつってえっホンあまたあのフォースで精子,っっ精子をバッと写っていや,いやだってアナキンが育つんだからさいやでもアナキンのそれはホントかどうかわかんないですねまあね、うん、あ,あだからそれは精子になっちゃったわけだからねあ精子ってののはそのカノンのほうになっちゃったわけだからそれはちょっとわかんないですね、うん、でもあれ誰なんだって感じだよね でしてうつもしかするとかパルパティンがね、うん、聖書いくつつ、うん、全部直接卵子の中に送り込むスーパーフォースでもって、うん、何十億人と。 子供を作ってる可能性だってだからほらあれですよあれあれあのさガーディアンズのさ、はい、あの続編の方のさあのカートラッセルみたいなさ、うん、あちこちに行ってやってきてたぞだよみたいなでもあちこち行かなくていいも、うん、フォースでできるからまあまあそう,そうだから、うん、余計さでいろ,いろいろいろんなんで,つでさでついにわしのところにたどり着いたかなで、ね、や、ねうん、でパルパティの遺伝子を持つねトーントーンが出てきたりしたらもう。<laughs> たまんないですよね。あ、シュガーね、そっちとか気になる、うん。ちょっと悪 <laughs> 悪そうなトントンが、なんか走るたびにビリビリしたりして、そう今うが見たいですよね。見たくないこんなことをこんな話、こんな話をせざるを得ないのが現状。ね、まあ、というわけでね。そうんまあ、いうわけいやでもさでもさ今日そのさ、はい、そのあのレイさんの両親の話も、えーはい、明らかに作り手気まずい。 つまりその一瞬見てて「おや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 一瞬見ててあのあ親親親だおっつって語り手がすごい気まずく思ってたからなしなんだけど出さないわけにいかないってだからなんか、まあ、いやだからもうパルパティーがすげえ自信になってからの子供ってことにしときゃよかったじゃん間一個かますから面倒くさいことになるんでまあいいんですけど <laughs>、うん、それはね ああのまあ、そこはねいやでもいろいろさだから作り手もまあもう気まずいけどもう「はいはい!」みたいなさあでも今回のエピソード9を見る面白さとしては、うん、あのー、まあその噂ではね6回やったって説と8回やったって説をもっとやってる説があるんですけどもえなんいろんなバージョンを作ってスニックプレビューっていうかそうスニックプレビューをやったという話があって、うん、あの目隠し者その、うん、要はまあスニックっていうか、ね、まあその秘密者ですねでそのの隠しあの 趣旨義務を負わせた上でやるやつなんです、うん、あの観客にまああるいはねやるやつですよね、うん、で,ますねで普通はねそれでもねあの二通りのエンディングとかで両方やるんですよでね今回見てるとそのね例えば中ューバッカで、ね、もう誰でもそうなんですけどあのレイでも、うん、カイロレンでも、うん、誰でもそうなんですけど見て、ええ、見てるとわかると思うんですけど、ええ、これ死ぬ方と死なない方とどっちに行っても大丈夫な作ってあるなってのわかると思うんで,、ね、<ー>でだからねどっちもやるようにしてたと思うん どれも<ー>でそう思うとなんか真面目に見てらんないってい例えば中ばっがそこで死んでる可能性もあったりとかそっちバージョンでもできるように作ってあるっていうことなんですね「霊<ー>が死ぬ」でもいいように作ってあるし「回路、うん、ンはあそこの穴に落っこったところで終わる。 バージョンもとかねそういうのもあるんでだからそのんかちょっとね何だろうゲームブックみたいな作り方してるっていうことはちょっとあるんじゃないかなと思いますけどだからこそふわふわした感じにもなっちゃってるっていうかだからどっちでもいいじゃんそやって結局そういうふうにやられるともうどっちでもいいです感じになっちゃうんですよねだってあのほら中学死ぬのとこだって予告でねランドと一緒にファルコンの操縦席で「ウェー!」とか言ってんの見てんのに「あ死んだ」とかって「えちょっと。 待って俺は「スター・ボーズ」見に来るファンは予告見てない前提なのこれっていうすごい謎ですよねだしさそこもさ段取り臭いっていうかもういきなり中ばっか捕まっちゃってでわあなんつってあの引っ張るのはね「オーさスター・リッシュ」っどうでしょうけど「オールスター・リッシュ」って言ね「うん」とかさで「いや大丈夫でした」とかさあの CG テレビのあれ何あのさメモリー・ケスケさんのあれもう的確どうでもいい話あれね まあ、何あれまあそれもねそれとあとはその「シスのルー文字」みたいなやつ読めないなんですがなぜ CSG って読めるけど言えないなんですかいやなんで読めるようなうん、うん、になってるのかもんだよあまあそもそもねそうそうだってもう滅びたねあれだし要するにその,あのインストールされてるのおかしいもんね だ不思議なんですよ、ねうん、インストローしなきゃいいだけじゃんただ単にさ、うん、でもそれもあとでアナキンが、あのー、ちょっと思いついてフォースで飛ばして入れたのかもしれないしもう何でもフォースでやったことですよやっぱ全部解決ですよこれからははっきり言って <laughs> まあいろんなことできますからねできますよあとさそのランドのあれで言うとさランド出しているのに、うん、でインいるじゃな、はいなのに、うん、そう要するにさ同人種的なとこをねなんとかを求めてるわけじゃないけど ここのセッティングはあるのにここの再会は一ンカットであれ描かないんだとだからそこは忖度してくれってことじゃないですかえあすごい感動のシーンが君たちの頭の中にあいや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 そんなね常に共にいるなんて言われても困りますよそんなもんあうだから本当ウェッジがね朗骨にむちゅうってなんで最前線で戦わなきゃいけないのかと当った悲しくてですねだからウェッジ出しましたなんつってねあの人はもう隠居してんのが正解なんでだってルークと同世代ですよ <laughs> あのいなんでそんな最前線でだからよーしおじおじさんも頑張るそうなんて出てきたんですか、ね、でもさ,でもさやっぱ馬鹿にされてるんでこれやれば喜ぶんでしょってまあねやっぱり僕も修行が足りないもんですから喜んだのいや喜んでないですよ、うん、ああのいやだからああウェッジだけどこんな白髪のおじいちゃんもねっていう、まあ、ことは思いましたけどね <laughs> <laughs> あのでも本当にいやでも今回だからその頃スター・デストロイヤーとこの戦いとかもねあの 本当にあのでも今回あのメカ、メカ的にもちょっとやばいですよね、やっぱりほらあの僕もエピソード8の時に、うん、あにジャイアントバカキャノンみたいなのが出てきた時に、スター・ウォーズでこんなにダサい武器はないだろうと思ってたら、うんうん、今回、それを一番やっちゃいけない、うん、あのスタデスラにつけるっていう、うん、あの小学生じゃないんだから。 ヤヤマトマトそれはねいくらなんでもそしたスター・デストロイヤーでデス・ターみたいなことできちゃうじゃないもあそういう設定なんですよだけどスター・デストロイヤーは皆さんご覧になったと思いますけどもログワンを見れば分かるとりにスター・デストロイヤーはハイパードライバーついてるんですねログワンで見る限りかいやだから1台でいいわけスター・デストロイヤーだってハイパードライブついてるんだから基本に1台でいいんじゃないですか あんなそうそれを言うとねまあ本当とにだからそのポーのね X ウィングも X ウィングっていうのはエンジンが4つに分かれてるからかっこよくて胴体の後ろの真ん中にエンジンがついてると超かっこ悪いでしょ、うん、つけちゃったもんねそういうこともあってですね、まあ、そういうことを言うとデザインはもうどうにもなんないよもうセブンからどうにもなってないあのだからスリーピーの何かの修理してたあなんか芋虫くん君みたいなやつ、うん、もうよくわかんなくてうん,、うん、なんか ちょっと出来悪くないですかあれああんかそうなんか CG を嫌がるの気持ち時間結構なかったのも事実だった気がするんですよねあかんすけどねあととからウィケットもねウィケットのいいさだと思うんですけどはいイーボーク問題入りましたイーウーク問題ウィケットが出たことはもちろんこれはもうねえことほぐべきことほぐべきことですでこれについては私は長年言ってきたうんイーボークが出るでしょと確かに出ましたよ出たでもあんな出方でいいんですかそこは一旦 置いといて、<laughs> 出たということは、まずは断るべきだ。癖がもう <laughs> だって出たんのもん。よくがね。 何年ぶりに大スクリーンに映ったと思う輝かしい勝利ですよ、そこの背景で何が起きてたとか、文脈がどうだとかいうことはこの際置いといて、何たる中毒感じゃイオークが映ったということあ大事あ僕としてはやっぱり不満もありましたよ、だって村がちゃんと映んないしね、その悲お話、話に絡んでこないとあとウィケットは、あの年になった時には村長ですから、絶対もっとね、もっとつけてましたね、もっと骨とかかぶってかっこいい感じになってると思うし、それとウィケット まあのま着ぐるみがですね,ね<ー>あのちょっとねあの年寄りイオークというものをよく分かってないんでやっぱり昔からあの昔もねチーフチャーパーとかログレーとか結構年いってますから、うん、これあのイオークのねうううんそうそう年いってるイオークはねちょっと目小さくなるに<ー>なるしいくら落ちてくるのかなかそうそう顔つきもちょっと変わってくるんですけど、うん、もう今回のなんほうのそ非常にふわふわでいや初戦はあれですよ所詮しかしイオークが映ったということですいや初戦は俺はエピソード6見てるぜっていう <laughs> <laughs> 何の話ですかそれ <laughs> いやだそその目くわせ程度わかるじゃないですか あ見てるぜっだからその文脈はともかくね、ねしかし本当にあのめでたいことでした、あれで僕はこう年が越せました、いや、喜んいやいや、喜んでますよ、それはだって、だからそれは僕はほら、イウォークに関してはあのなんだろう、例えばね、アニメだろうが、えー、その表彰はなんでもいいんですよ、メディアを問わずイウォークという存在が表現されていれば、<laughs> それはそれで良い、病<気>良いものだと。病気病気 <laughs> いう<か> <laughs> いやだからスター・ウォーズの人ってみんなそうでしょそんなことないよスー・スベイダーってものが表現されてれば何でもいいんでしょあいやう、まあ、だってほらだってだだってそうじゃなかったらねだってほらあのこれオルデンゲームのぬいぐるみとかいらないでしょいらないんだもんだってじゃそれね 俺は知り合いにすごいダース・ウェイダーのマスクマニアとかいますけど、ええ、そういう人たちは何を手に入れても絶対満足しないんですよ、うん、違うとか言って、うん、でそのダース・ウェイダーのおめマニアの話は本当に大変なのもしませんが <laughs> しかし普通はですよ普通はダース・ウェイダーの,だってあのなんかボールペンだってシャーペンだっていいしキーホルダーだってみんな買ってつけるでしょそれと同じ普通のファンとしてユーオークが普通のファンじゃないよあのこう映画にあ普通のファンがいっぱいいるんだよ映ったからまあいいかっていう ああああまままなんでエピソードないいい画でした本当ひどいでも、まあでもさ、「スター・ウォーズ」って確かにそののねこ前から前から忖度してるじゃない、そそののだから、まあ慣れてるっちゃ慣れてる、うんだけど、だからその忖度、ほら例えばだから忖度合戦になっちゃったんですよ、持ち上げて、なんで持ち上げて落ことすなんだと、そのエピソード6、そういうのとかってさ、いや近寄れねえよ、普通ってとかさ、あんじゃないですか。 え何の話ですいやだからそのダース・ベイダーが持ち上げて落っことすじゃないですかパルパティンをではい、はい、それをすごいコンバットとかすごいバカにするわけいまだに、うん、持ち上げて落,と落,と落っことすかよとそん,<ー>そんなのはさだって近寄れねえんだもん、うん、普通ってまあねあとあれはだからまあいやいやあれはだからそのあの 要はエスパート3の最後でベーダーが起き上がるところがあれエバスタのフランケンシュタインへのオマージュなんですけどだからあそこのフランケンシュタイン博士を殺す怪物そう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 だからそれのイメージなんですよねあれはね、うん、だからまあでそれでそれで稲光がねだから古城の前で稲前光があるのの代わりにそのシスライトニングがあると思えばすごくだからあれゴシックなホラーうん、うん ホラーののビジュアルってていいうもを考える確かに怪物は自分が作り出した怪物に殺されるマトサイエンティストねそう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 考えると非常に納得ではあるデータレックで聞いたかこれ気負いのさぞずい随分ネギ持ってるんですねそれだってさ今さら言うかと思ってその。でもあれもねでも本当公開当時も「スターローグ」の読者コーナーとかでも昔言われてましたよねまあそれみんな燃えましたね皇帝が爆発するのが戦隊ものの怪人じゃないんだからとかねだけどあそこの下はロなんだからそうそうそうロが爆発してんの うも大変ですねいやもういいのいいの大丈夫ですよだから確かに言われてみたら忖んたく癖がついてるような気がするいやもうさ鳴らされてる何十年と買いならされてるやばいやばい本当にダメダメ本当にねこんな感じでねすごい人生の全部を無駄にしてしまいましたが あのあれですか全て無駄だったというねプロメテウスの社長の無駄じゃないですよだって俺だってあれ俺映画史上で一番好きなセリルショの人たちな全て無駄だった宇宙まで来てね宇宙まで来てハゲ宇宙人にぶっ飛ばされて死ぬなんてう無駄だった本当いいですよねあれ最高じゃないですか全ても好きですそれが真実なのかないやでも今回はでもだから「スター・ウォーズ」の真実を求めてですよ旅してきましたけどねいろしてきたら真実としてはやっぱりだからパルパティン パルパティの戦いについに主婦が打たれたということでよかったじゃないですかねっークも出たし悪が滅んだしひどいなんでひどいって言うけど俺がひどいんじゃないんですよ俺がひどいんじゃないんですよだって俺メッセージやり取りしてる時はもっと打ちひしがれた調子だったのがこのあれですよねセラピーしたんですよねセルフセラピーをされたまあだからそので やっぱりねそのなんだろうシークエルはちょっとその、うん、まあでも最初の方で見ましたけども、うん、その行き当たりばったり感みたいなのがちょっとすごいんで、うん、これだからそのあとでね、うん、例えば10年とか20年とかして見た時にんだろう回復できる評価が変わるかっていうと。 ちょっと難しいのかなっていう<の>気はしてますね。縮尺してんのはもう間違いないからこれが、うん、これが筋通ってましたなんてのはないと思うけど、うん、まあだからその珍味として楽しめるヒョを来るのかなと。うん、なるほど。うん、うん、あとはもうあのまあもったいないやつ、もったいない映画あるんじゃないですか。だからそういう。 もったいなかったなみたいな、うん、まあ、少なくとも、その、主人公たちのポテンシャルを生かせなかったのは、本当にもったいないと。あそれ、本当にもったいないですね。だって、す、すごいいいじゃないですか。本当によかったじゃないですか。まあ、よかったですよ。だから、まあ、それを、うん、まあ、だから、うん、まあ、その、だから。その、本当に残念なのは、だから、九まで来て、うん、結局、その、いろんなことを、この。強引片付けた結果、七、うん、の時まで、遡って。ね、あの、ある、あの、価値が落ちるっていうことが起きてるっていうふうに、まあ、僕はちょっと感じてます、ね。いやいや僕もそう思います。それは。うん なんかさ、セブンのいいところって誤解されてて、の親父接待を喜んでたわけじゃないじゃないですか、そこが良かったのにっていうところで、エイトは新しいことをやろうとしたっていうけど、なぜその良さを生かして新しいことに、それは連携取れてないからだし、その制作期間が短かったのもあっそのいだから、その前作がどうだったかを関係なく作らなきゃいけなかったライアン・ジョンあの側の大変さもあると思うし。 だからなんかその政策体制の本当問題がだから一番問題やっぱりキャサリンケネディやるとまあそれはまあ間違いないところだと思いますねねだから本当だって今度だってねそのなんだっけあのアフタースターキラーインシデントでしたっけ念合しないでキャモキャサリンケネディ元年でいいわそれみたいな思ってますよねねだから本当そういうことアフターキャサリンケネディアフターキャサリンケネディですよ AKK ですよ AKKAKK 四じゃん BKKAKK ででも吉貴さんはいからとスターウォーズが大好きという結論に。 え結論かな、うん、でもまあ本当あのあのまあでもマンドロイルも楽しいしいやマンドロイルやんなクローンウォーズも楽しいしでクローンウォーズはまだよもね前のやつですけど、うん、あとほらあのやっぱりな、うん、なんだろうあのねいっぱい見て楽しい「スター・ウォーズ」あるしまあそりゃそうだ、うん、もしかしたらこういうこと言ってますけど、うん、来年ぐらいになったらあのもう本当完全俺も成長した立派な。 ファンになって、ええ、ナインの良さをとうとうと語るような人間になってるかもしれないん,で歌さ,ん歌さんまだそんなこと言ってない,いんですか、ね、そう,そう、まだ言ってんのエイト最高ですよエイト最高ですよ,ですよナインの良さがわからない素人ですねみたいなそういうことを言えるような人間になる<人>なるべくねどんだけハードル高いんだよこの,このシリーズまあでも頑張ってその階段を一歩ずつ登るような記録の階段登る記録をるね、うん、もうね 年ですからねそこまでできる元気が自分に残ってるのが自信がない自信がないここまで受け入れるとこに持っていけるかどうかまあねやっぱまあねオープンハートじゃないですねもうねでも吉さんも書かれてたけどやっぱりその禁断のシーンですねやっぱりさ年を経てなんとか受け入れていくってプロセスへすぎましたね我々ね ももう何回もの乗り越えてこれさ今聞いてるさ「これから『スター・ウォーズ』見ようかな」って言ってそんなそんなシリーズなのとあとやっぱそのさ俺一つはねその今回そのシークエルのことばっかり言っちゃったけどとはいえじゃあ旧シリーズ見ようとしてですよその最初の旧三部作見れないじゃないですか。 も急ブサブサクって今は要はあ音の状態ははいはいはとかさ要するにジョージ・ルーカス体制でさえ結構問題なことは起こってでなのでだからすごくね不思議だし何かお菓子のへんてこなシリーズの時代がね終わって はずだっったたたのが、うん、また終わったみたいなのがまた終わったことになったっぽいみたいな感想でだから今ね、はい、結構あの割とその四十何年間の歴史終止符かとか言ってるんですけど、うん、それもう何回目だからそれもう何回目の終わった感がまた来てしまったみたいなことなんで別にまあね、うん、こんなことはないですけどただその俺らがさ旧作の高こをつったってそれさえも見えないんだからか俺そのなんていうかな どんな幻を追ってんだみたいなまあそうですよだからねスター・ウォーズはみんなの心の中にんだよそ共に共にある共にある心のね共にあるということでそうそう我が心のスター・ウォーズですよまあそうかなうんだからそのスター・ウォーズが死ぬ時俺の心も死ぬみたいなねだってもう何遍も死んでますからいやぶっちゃけそうかそうですよえじゃあもうあ出た死を欺く技だ死を欺く技そうそうだからシすのあれで乗り切ってますねあ じゃあもう死んでんのに死んでないよっていう。そうそうそう死んでるけど死んでない。ははははつって。こんな会話をしなければいけないシリーズ辛い。そしてお前おあのさね新しいファンとかに憎まれば憎まれるほど力力力力がいるのじゃあじゃあ。にょにょにうじゃとか言ってつそう若いエ息を吸って生きていきたいもんですね。 なんでこんなものに出会ってしまったのかっていうんですけど本当だから「スター・ウォーズ」ってすっごいおかしくてなんかこの間も誰だっけななんかいろんな人が「スター・ウォーズ」のこと書くきに私はこの「スター・ウォーズ」で何歳の時に出会ってものすごい感動して人生が変わったとかそれをやってなければこの仕事についてないってね何億個あるんその例だね。だからもうそれはねやめにしませんかと。 いやまあまあままああそれはそうかもしれないけどさでもねそれがねカルト映画であるゆえんなんですよみんな個人が自分にとって超特別なものとしてつまり自分にね直接特別なメッセージが届いたと思えるっていうことがいや史上最大かつ最強のカルト映画ですねそうですね間違いなくだから変なとこもあるしこのざまのざまだ進学論そうつもしっかりちゃんとシスのパワーを受け取りましたよ バシンとそうそうじゃあウヒヒなんつってウヒヒなんつってこれから何があってもくたばったりしないで何かあったらよみがえっていざとなったらむずいでもさ「スター・ウォーズ」として自分を励ましてる俺たちねまあそうですよ大丈夫ですよなってさほらシスだってあんなに増えたしさだめなとこからねやってたし1000年いかなかったのにね うんもう俺は宇宙空間に放り出されたってしかもさ基本2人からじゃないああそうそうああ要はさもうダメだと思ってもいけるいけるいける宇宙空間でも生きできるいける宇宙空間飛んでいくこともできるあれ物のないな困ったらパッ死んだと思っても生きてるうんということで生て ね、あとーできるあとあのそのライトセーバー忘れたと思っても誰か届けてくれる殺したと思っても勘違い間違いないですうん、うん、ということで全てのあらゆることには可能性があるということを教えてくれた素晴らしい素晴らしい締めくくりだったと思いますスター・ウォーズ本当にありがとう,というと本当にスター・ウォーズありがとう<れ> <laughs> <laughs> でもあの とにかくフィギュア買い続けてますからね。<あ>うねそうですね。あの本当ヤレヤルプーフのフィギュアも買ったし、なんか今度またコミックも買うと思うんですけど、うん、でも本当にだからいろいろこれあの今こそね、うん、なんかその拡張世界を楽しむべき時期がやってきて、まあとにかくでもマンダロリアン一押しですね。そうですね。一押しです。うん、一応一です。はい、あの、はい、マンダロリアンのね、まさまさかアグノートがかっこいい時代が来るとは思わなかったので、うんうん、あのニックノルティですよ。 アノーツが出てくるんですよしかもそれが乗ってる動物がブラーグだったなはンドはクの妖精で出てくるクイーャーなんですねもうね胸厚ですねそういうとこもちゃんとしてるしとそうなんですよしかもそれジョン・ファブローなんですけどそれと一緒にやってるのがさっき言ったデイブ・フェローう。ということでマンドリーは当ん面白い はい、だからまだまだね。あと I. G. I. G. シリーズも活躍します。I. G. ね、I. G. ワンワン。あ、ワンワン。そうそう、で、これ。ジェフフィローネさんが I. G. シリーズ好き、大好きっぽくて、あの、だから。あの、あれでもね、あの、まあ、この人は、まあ、さっきも言った。みたい I. G.、まあ、いいかも。ない、ね、あの、この人は、だから、あの、あの、えっと、フロムウォーズでも。I. G. 型が大活躍する会をやっていて、で、あの、マンドロイドも I. G. 型が大活躍って、もう本当に。 どうしか言わないもうと好き <laughs> 彼は中毒患者だよ彼はねほん i g が動いて、ね、目がうっとりしてるからさ本当最高ですよ <laughs> あの死んだ目になったりさ目がうっとりしてさ <laughs> ジャンキーだよ完全 <laughs> にダメですよマジで本当にね <laughs> はいえーナで、まあね、はいということで、吉木さん、きっとあれでしょうね、現実世界でもお知らせなんかいっぱいあるんでしょうね、世界のお知らせ、全然ないですよ、あるんでしょうこれからいろいろ大変なこと大変なんだ、もこっちはだって、ほら、もう帝国の逆襲が起こっちゃって、あはい。ってことでしょ、その現実世界でも、そうそうそう、帝国の逆襲というかね、いろいろちょっとあの映画秘宝がね。大変だこれ まあいろいろバタバタしておりますが、まあいずれまた近いうちにね何かしらあそうそれはこの伝えできるばあのもちろん応援したいです。そして陽泉者からえスターウォーズ金髪のシーです。これでも本当面白かったすマージェありがとうございます。あのいろんな勉強にもなりましたし、あのぜひあのまあもちろんねあのスターウォーズそれぞれのスタンスあると思いますが、あのいろんな本出てる中でこれは本当にあの一あの一録の価値あるというかこうあの目からまた鱗が飛ばせま本でございました。はい。はい。えとこで高橋洋司さんでした。ありがとうございました。スターウォーズ大好きです。はい。はい。 今年もよろししくお願いします。えー、一応、お知らせしておくと,、えー、と来週、えー、と1月10日金曜日、えー、と週刊映画辞表、ムービーウォッチマンの最初の一発目は、えー、ケンロッチ監督最新作「家族を思うねえ 現実の辛さがスクリーン越しに伝わってくるという、ね、本当に辛いというね、えーえー、この映画を見たという方からの感想お待ちしております、えー、また私に評論してほしい A4 を集中です、えー、リスナーマスクに、えー、採用された方にはすいませんあのもう下が回ってません、えー、現金1千円をプレゼントいたします、えー、私はどちらも歌丸アットマークディレストとしろヨレヨレじゃないですか <laughs> JP までこ、えー、んな感じでございますでもまあいろいろあって楽しいですねいや、えー、本当ですよあのさ、うん、クライマックスをソフトでいあの ノエスパノエの i しきさんち遊びに行った時に一役外出たの見せてもらったじゃないですかもうクライマックス大好き超いいですよね最高ですよとかさ何かいつも教えてもらってあいやとんでもない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 もっと相手してくださいたまには呼んでくださいあいやたまにはってこう思うと思うんですよ楽しみにしてれば別にスターウォーズがなくたって呼んでもらっても大丈夫ですよでもさスターウォーズこれから何かある時スターウォーズの時しか呼ばれないのかと思っても僕そんなことないですよいやいろあるじゃないですかあのんだろう <laughs> はいということでありがとうございました。今年もよろしくお願いします。えー、今年も我々と一緒に映画を楽しんでいきましょう。お会いではじゃあ高橋よしきと歌森でした。どうも。どうも。After Six Six j a c k s o